ひき逃げの疑いで会社員の男を逮捕です。愛知県岩倉市の会社員島澤太一容疑者は先月26日の深夜、名古屋市北区の交差点で車で赤信号を無視して自転車に乗った男性をはねて怪我をさせそのまま逃げた危険運転致傷の疑いで逮捕されました。男性は顔などに大怪我をしました。警察は周辺の防犯カメラなどから犯行を特定しましたが、調べに対し島澤容疑者はぶつかったことは間違いないが信号機の色は覚えていないと容疑を一部否認しています。